ハナルイーズ・スピアリットは、イギリスの女優、ファッションモデル、歌手、ダンサー。名は、ハンナとも表記する。2003年に解散した S クラブ7のメンバー。現在は、女優業のみを行う。身長は163センチメートル。ニックネームは、ミンティ、スパナ、ティッチなど。グレート・ヤーマス出身で、3人兄弟の末っ子として、生まれる。 3歳の時からモデルをこなし、ロンドンを拠点に置く青少年、劇団ナショナルユースミュージックシアターに所属するなど、ミュージカルやドラマにも出演。1997年、雑誌の広告で見た、スパイスガールズの元マネージャーであるサイモンフラーによるエスクラブ7のオーディションに参加し、合格する。ブリットアワードを受賞するなど、大成功を収めることになった。 S クラブ7の中ではほとんど自分のパートを持つことはなかったが、スタンバイユー、ダンス、ダンス、ダンス、ヘイキティキティなどの楽曲ではメインボーカルを務めた。また、グループの持ち番組のマイアミ 7, LA 7, 7 iva,、LA7、ハリウッド7、ビバ、エス S クラブに本人役で出演。2000年から2004年の間に雑誌、FHM の最もセクシーな100人に選ばれた。 2003年に S クラブ7が解散した後、エージェントコーディミッションインロンドンなどの映画、ドラマに出演。2007年から2009年までは、イギリスの ITV の人気恐竜 SF ドラマ、プライミーバルに出演した。おじは、エディ・スピアリットという元サッカー選手。姉は、タンヤ・スピアリットという元モデル金元ファッションデザイナー。2001年、 同じ S クラブ7のメンバーでありグループ結成以前にナショナルユースミュージックシアターで知り合っていたポール、キャタモールと付き合い始めハリウッド7でキスシーンを演じた後にそれを発表する2002年ポールがグループを脱退し2003年に S クラブ7が解散した後も2006年までその関係は続いたポールと別れた後2008年に プライミーバルで共演したアンドリュー・リー・ポッツと婚約した。しかし、2013年10月婚約解消を発表。趣味は、キックボクシング、テニス、写真など。なお彼女が、プライミーバルで演じる、アビーメイトランドも格闘技を得意としており、たびたび作中で披露している。ありがとうございます。